はい、こんにちは。今回はですね、こちらですね。これはクラウンの、リムジンになります。これは観光士のボスの、観光士のミニカーで、で、それで、まあ、これが、そのボスの観光士ボスの、ものになりますね。で、これは、あれですね、あのクラウンのリムジンに、なります。で、こういう風な、まあちょっとね、こういう風な赤いシートじゃないや、マットが敷いてあって、まあこういう感じで非常にいいなと思いますね。で、このように、内装がこういう風になっていて、なかなかの、まあ、面白みがあるというかね、こう特徴的なものがあって、まあ非常にいいんじゃないかなというふうにね、思う車であって、なかなかこういったものっていうのはいいなっていうふうにね、感じます。というのもなかなかこうリムジンタイプのやつって探すと結構意外とないんですよね。リムジンのやつって探すと結構ありそうな感じでいるんだけど、実際探してみるとないんですよね。で、そういう点では非常に、貴重な、ものなので、まあこれ結構ボスでも他にはプレジデントがあったりとか、センチェリーもあったな、あのあって3種類あったんですよ。で、その3種類持ってんだけど、今これ出てきたのはこれなんですよ。あとはどっかの段ボールの中に入ってるはずなんですが、それがちょっと今のところちょっと行方不明になっていまして、まあまだ完全に飾り切れてないので大変なんですね。飾らないといけないし、オークションも出さなきゃいけないし、こうやって動画も出さなきゃいけないですね。もうやることがすごいあるから、それをもう一つ一つやっていけっていうこと自体がね、もう大変なんです。だから大変なんだけど、これが苦痛だと思うぐらい嫌だっていうふうなことではないから、まあ、あの、なかなか楽しんでやっているから、まあいいんじゃないかなっていうふうには思いますけどもね。まあ、なかなかこれはこれで、非常にいい、ミニカー、あの車だなと思いますね。どうもありがとうございました。